賞って4つあるんですが、その全ての受賞大体400くらいあった中のトップ5が最終選考にノミネートされて、実は去年、ね、ナチュラルがノミネートされて、今年はなんとベビーが、ノミネートされました。そして今年はついに、去年は残念ながら最終選考でグランプリ取れなかったんですが、取りましたよ今年はグランプリを、はい、審査員特別賞を取りました。このベビーで取りました。ということで今日何のお知らせかというと、最高金賞を取りました、そして審査員特別賞を取りましたというキャンペーンをですね、まもなく、始めたいと思います。日にちの方は6月14日のお昼12時に告知をさせていただきたいなと思っておりますので、またねこの YouTube の方でもまた概要欄に URL つけるなりしてですね、お知らせの方もさせていただければなと考えておりますので、お楽しみにしておいてください。それではさよなら、はい、ご視聴ありがとうございます。ぜひですねこの動画が良かったらグッドボタンお願いします。そして、僕は Twitter もやってるし、ブログもやってるし、Facebook もやってますので、ぜひね、登録の方よろしくお願いします。